じゃじゃん。どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はヒャクラっていうね、今ね新宿の隣の駅の大久保に来ているわけなんですけども、本日はこちらのホテルに、月額制宿泊サービスのハフでね予約して、来ております。本日はですね8月のお盆のど真ん中ということで宿泊する予定はなかったんですけど、急遽、仕事で、宿泊する仕事、まあ遊び、まあ半分半分ぐらいなんですけども、まあ急遽ね、宿泊することになりましたんで、ハフで予約しました。普通の Google とかで検索するとこちらのホテルが2万3000円とかだったんですよね。高い。はい。ですけども、駅からね、歩いて2分とか、そのぐらいで、大久保駅から来れるということで、まあ駅から近かったんで購入したんですけども、なんかね、蔵をね、イメージした、まあそんな感じの、ホテルということでちょっとねいいなと思いまして、今回ね動画撮ろうと思います。1泊2万3000円ハフで、300コインだったかな、320コインだったかな、そのぐらいでしたんで、今ねキャンペーンやってますんで、まあこういったのをね参考にして、でハフがねどういった感じでお得に利用できるかっていうのをね、皆さん、見ていただければなと思います。でホテルはね本当に一般通りのね、ところに急に出てくるみたいな、そんな感じで結構びっくりです。はい、お隣さんは普通に一軒家がねあるような場所で、まあ駅の近くの裏路地みたいなところにね急にこの佇まいのホテルが出てきます。ということで時刻はちょっと今なんか運動モードになっちゃってますけども、4時過ぎてますんでチェックインしましょう。めちゃくちゃ暑いです。ということでサクッとチェックインできました。入り口はこんな感じ、いや非常になんか和な感じがして素敵です。ということで行きましょう。今回ね104号室1階の客室でございます。おお。ちょっと電気をつけますね。ということで電気をつけました。いや何これいいですね、面白い。いや子供連れてくればよかったですね、面白い。はい、ということでこういったねなんか2段ベッドみたいな感じになってるんですね。下がソファーエリアで、まあ、上がベッドみたいな、いやーこれはめちゃくちゃ面白いですね。はい、ということで細かく見ていきましょう。これなん、あこれはコネクティングルームかな。はい、ということで入り口にはもう本当にバスルームがこんな感じでついてまして、あお手洗いが、あ自動で開くんですね。電気はこれかな、はい、こんな感じになってます。おお、本当になんかワンルームマンションの一室みたいな感じですね。はい、でアメニティねちゃんとあるっていうのを公式サイトで見てまいりました。歯ブラシ、ひげ剃りに櫛、はい、ヘアドライヤーということで、あとバスタオルとかもねちゃんとあります。いやこれがちゃんと揃ってるの本当にいいですね。はい、あとこういうのもあるんですね、匂い消すやつですかね。あとお風呂場、シャワールームだけかな、はい、シャワーですね。わ、非常にコンパクト。バスタブはないですね。はい、こんな感じになってます。アメニティはこんな感じ。まあ、十分ですね。はい、今日めちゃくちゃ暑いんでね、サクッと後で浴びたいと思います。ではでは、こっち側行きましょうか。すごい。あ、ちゃんとお水もね、フリーでいただけるんですね。で、こっちなんかあんのかな？冷蔵庫とかあんのかな？ないのかな。え、なになに、どういうこと、どういうこと。なんとですね、じゃじゃん、キッチンまでついてます。でちゃんとスポンジとあれもついて洗剤もついてるということで、料理できるんですね。でもあれなのかな、でもノーファイヤーノースモーキングとか書いてある。ノードントブレイすごいですね、めちゃめちゃ充実してる。あ、下に電子レンジとかも入ってんな、すごっ。ちょっと暗くて見づらいかと思うんですが、ちゃんと調理器具もね、包丁とかもちゃんとついてる。電子レンジ、すごいですね。あ、やっぱりねちゃんとお料理ができるようになってるんだ。いやーこれはすごい、こんなコンパクトなのにめちゃくちゃ機能的ですね。ってことはこっち側に冷蔵庫とかあんのかな。はい、ケトルとコップありますね。ってことはここは冷蔵庫かな。ちょっと開けづらいですけどね、ちょっとね下から開かなきゃいけない。でもちゃんと冷蔵庫も開かない、あちゃんと
うん、ちゃんと冷えますね。はい、電源も入ってます。いやいいこんなとか言っちゃいけないですけど、すごいコンパクトなのにめちゃくちゃいいですね。でこちらにハンガーがあって、こちらがリビングスペースみたいな感じですね。はい、いやいいなでちゃんとテレビもあって、パソコンデスクみたいなのもねちゃんとありますんで、これは本当に機能的でいいですね。で後ろ側に USB と電気と AC がありますね。まあさすがに窓はねこんな感じなんで、窓はご利用できませんって書いてありますね。はい、こんな感じになっております。いやすごいな、横から見るとこんな感じですね。へえ、面白い。でこの蔵をねイメージしているということで、こういうなんか家紋みたいな感じで使われてると。ではちょっと楽しみな2階エリア行ってみましょうか。それではロフトって言ったらいいのかな、エリアに来ました。いやいいですね。はい、まあちゃんとね布団が2つありますんで、今回もここもね一応2人で利用することができますんで、ちょっと天井はね低いですけども、まあなんかロフトみたいな感じでちょっとワクワクしていいですね。はい、でもエアコンはちょっと強めにしないと若干暑いですね、やはりロフトっていうのもあって。でもなんか秘密基地みたいな感じでいいですね。はい、でこちらにコンセントと AC と、これはそうですね、電気があるという感じです。で、あの奥にあるのはあれですね、金庫ですね。はい、ないのかなと思ってたら金庫は上にある感じですね。なんか本当に秘密基地にいるみたいな感じでいいですね。いや子供を連れてきたかったですね、めちゃくちゃ喜びそう。ちょっとね今あのお盆でね帰省してますんで、今回一人で来たんですよね。よいしょ、ということで降りましょう。降りんの怖い。はい、ということで横から見るとねこんな感じですね。今ねあのこのこれをねちょっと引き出して斜めにして登ったわけですけども、まあ横から見るとこんな感じで、いやー楽しいなこれまたこのなんかちょっと下のねこの空間もいいですよね。うん、ちょっとまあ天井は低いですけども、なんか本当に秘密基地みたいな感じで楽しいですね。ということで今回ですね、こちらにちょっとねあの暗いんでね、あの映像が乱れてると思うんですけども、ちょっとこの点はご了承ください。あの思った以上にね今これ全開なんですけども、やっぱり暗いですね。はい、全体的になんですかロフト部分がね結構近いんでね。はい、でまた入り口のセンサーもね、あれセンサーライトみたいでちょっと消えちゃうみたいですね。はい、ということで今回こちらにね月額制宿泊サービスのハフでね一泊させていただきました。いやお盆中でね一泊2万5千円ぐらい、2万4千円ぐらいかのホテルに、まあ今回ね300コインぐらいで利用することができましたんで、まあこちらね8月の15日までね今キャンペーンやっておりまして、初月2940円でまたね紹介で入会するとプラス200コインがね、まあ、もらえるっていう風になりますんで、合計500コインがね2940円でもらえるっていった形になります。まあ私の動画でねこのハフ自体はね結構紹介しておりますんで、まああれなんですけども、このハフはね、まあ、ずっと入会してるとね、入会というか継続してるとねお金結構かかってきちゃいますんで、まあこういったね夏休みとかあの繁忙期とかね、こういった時にあの利用していただく、まあ、入会して利用していただくのがね、まあ、一番いいのかなと思います。このハフのねいいところは、まあ、やはりねコイン数が繁忙期でもね変わらないっていう風になりますんで、今ね夏休みシーズンで、まあ、今日お盆のど真ん中なわけなんですけども、まあ、こういった場合でもあの必要コイン変わりませんので、まあ、普通にねこのお盆とかね、まあ、東京都内、まあ、各所そうだと思うんですけども、やはりねお盆価格になりますよね、まあ、それがならないっていうのはこのハフのねいいところっていう風になりますんで、ぜひね利用してみていただければなと思います。まあこういった使い方でね利用していただくんだったら非常にお得、またねおすすめっていう風になりますんでね、まあ、ずっとねあの継続していくのもね、まあ、コイン集めるためにねそこはあのお好みにはなるんですけども、ずっとやってるとねまああの結構お値段ね次あの安くてもね3000円ぐらいしちゃいますんで、まあ、結構お金かかっちゃう部分がありますんでね、ここはお好みにはなるわけなんですけども、まあ試しでね利用されたいっていう方はね、まあこのキャンペーン今合計500コインねもらえますけども、このキャンペーンねここ1年以上でね一番あのお得なキャンペーンっていう風になっておりますんでね、ぜひ参考にねしていただければなと思います。ということでちょっとねシャワーを浴びて、今日ねあの飲み会がねこの後ありますんで、そちらにね、行きたいと思います。ということでしばらくゆっくりします。いやー外暑かった。
それではこれから飲みに行ってきます。めちゃくちゃ楽しみなんですけど、歌舞伎町って人やばいっすね。お疲れ様です。ありがとうございます。今日は皆さんと飲ましていただきました。ありがとうございます。イエーイ。クレジットカード何使ってますか？クレジットカードはマリオットボンボイプレミアムです。保有ポイント見せてもらっていいですか？保有ポイントは1億ポイントです。ありがとうございます。ということで、客室に帰ってまいりました。まあいつも通りね、部屋飲み軽くやって寝たいと思います。ジャック・ダニエルのコカ・コーラですね。これうまいっすよね、はい、好きな方結構いるかと思うんですけども、いただきます。間違いないですね。ということで、今日のところはこんな感じで休みたいなと思います。いや非常に飲み会もね楽しかったんで大満足でしたね、はい、ということで秘密基地みたいなねこの場所でちょっとテレビ見つつゆっくりしつつ休みたいなと思います。ということでおやすみなさい。おはようございます。ただいまね朝の10時15分ということで、今日ね7時半ぐらいね起きまして、まあそれから仕事をしつつっていう感じですね。でこのホテルはですね11時のチェックアウトということで結構ゆっくりしてていいですね。まあ日本のホテルっていうのは本当に9時とかね10時とかね、まあ結構チェックアウトあるんですけども、まあこのねホテルに関しては11時チェックアウトということで非常にゆっくりできてね、快適でした。ということで今回ですねハフで、繁忙期にですねこのハフを利用して、宿泊してみたということで動画ね撮らせていただきました。まあやはりねこのハフね、まあ私が紹介させていただいて、まあおすすめさせていただいているのはやはりこの繁忙期シーズンに、まあ、利用していただく、まあコイン数っていうのはねこの平日でも週末でも繁忙期でも、まあ、変わらないっていうのがこのねハフのおすすめポイントなんですよね。まあ、実際ね今回宿泊させていただきましたけども、やはりねこのホテル、一泊ねお盆の時期で2万4000円ぐらい、まあこれがね325コインだったかな、まあ300ちょっとぐらいの、ね、コインで宿泊することができるっていう風になりますんで、まあこういった使い方はですね本当にねおすすめっていう風になりますんで、もしね8月15日まで今ね新規入会キャンペーンで通常ね9800円かかるところが、まあ、2480円でまたね紹介で入会していただくと200コインもらえるということで合計500コインがね獲得することができるキャンペーンやっておりますので、まあ気になる方はですねぜひねこのタイミングで入っていただいて利用していただければ、まあ、非常にお得に利用できるのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。